実は今日2本目になりますが、本当はですね、明日分なんですけど、ちょっとね、今日お話ししたいことがありまして、少し早めにやっております。というのもですね、今日実は、えー、日本テクノセンターさんの方ですね、朝の10時半から夕方の5時半までのですね、長丁場に渡たりまして、えー、チャット GPT のセミナーを行う予定だったんですけど、その途中のですね、3時ぐらいになった時点で、ちょっと無理だということで,ですね、えー、ギブしましてですね、すいませんということで,ですね、まあ、オンラインの講演だったんですけど、えー、あの、申し訳ありませんということで途中で、 で、あの、リタイアしましてですね、残り2時間分ぐらい残してですね、これ、あの、後日ですね、まあ、映像で、えー、お届けするので、勘弁してくださいって言とで,ですね、えー、今回ちょっとキャンセルさせていただいたのが、まあ、この、えー、僕の講演史上初めてかもしれませんけど、何があったかというとですね、とにかくお腹が、お腹が痛くてですね、右、右脇腹あたりがすごい痛くてですね、で、その3時に急遽、や、えー、めまして、えー、すぐ、あの、えっ、ー、と、薬局に行きましてですね、で、それで、ちょっとね、僕が持ってたのは、ちょっと便秘 気味だったんですよあので出したいんだけど出ないっていう状態になってたんでそのいわゆるこうあのお尻からね入れるやつのあのい買いましてで入れてみたんだけど実は全然それでも出てこなくてですねであれおかしいなと思っていたらあのなぜかそれでこうお腹の痛みが引いていってですね で、ちょっとしばらくすると、まあ無事ですね、出てきまして、まあそんなにでもたくさんは出てないんですけど、まあな、なぜかわからないけど、それで良くなりまして、今のところで体調良くなったで、それが復活したのが、5時半ぐらいで、ちょうど公演が終わる時間にですね、復活いたしまして、今がありますということなんです。で、まあこれは僕のこの公演人生史上ですね、まあちょっと ライブ配信として残しておきたかったなということで、えー、今日はね、冒頭にお話させていただきました。